行ったことない。おー綺麗。おー綺麗ですね。はい、いやもうちゃんと見てへんから綺麗ですよ。綺麗です。玉は、あー玉、あとその TFW の、あー、はい、色がね、モックシャツ、モックシャツ、モックネックやね、モックネック、うん、ハンモックみたいな。おお、マスターもフルショットやってるとかめっちゃ珍しい。珍しいっすね。珍しいっすね。おお、めっちゃ珍しい。めっちゃ新鮮っす。嫌なことあったんですか。多分あったんだ。多分あったんだ。ストレスあった。ストレスあった。運動やもん。確かにフルショット運動っす。珍しい。肘でも痛めたんですか。トシプロがダフルとかそんな。今何した。だいぶ痛かった。痛かった。何したの？フリップさん。フリップ。なんかよく聞くやん、肘痛める人。はあ、ゴルフ、はあはあ。テニスでもそうやけど。そうですね。ゴルフ肘とかテニス肘とかよく言って痛めてるかっていうやんか。なんか不思議っすよね。僕だってゴルフ人生で肘痛くなったことないっすもん。おお。僕もないっす。あなたたち2人はジュニアからやってるから、まあ、ちょっと一般またちょっと別物やねんけど。え、あれってなんでなんの？あれ、はい、なんでなると思う。だってなってる人めっちゃ多い。多いですね。うん、ゴルフ肘なんで。なんでなの？めっちゃ多いじゃん。の、うん。マスターなったことありますか？ゲームやりましたね。クソフリップしてる。あ、そう。今の答え。今の答え。手首使ってフリップさせてる人はなりますよね。当然。当然。だって左肘張るわけやんか。あ、ほんまっすね。左手首がこう。こう側にアホみたいな折れて、右手首は手のひら側に折れて、そう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 、そう右肘曲がったまんま、だからこれ左肘突っ張ってるやんか今。突っ張ってるっすね。でそれにさらにそこじゃないやんか、抜けるからさ左肘も。ああそうそうそうっていう。でそれプラスそこだけじゃなくてやっぱ股関節のとかもあるわけやんか。だってあんな風にベタ足で打てるわけないんだから、そうなってる人が。かアホみたいに右足タイというかやんか、明治の大砲みたいに。そうそうそう。もうだってそれだけで痛いわけやん関節って。今ので危なかったです。ああいう風にゴルフ肘になる人とかって本当にまずフリップまず疑ってみたら、うん、だいたいでもそういう人って動画撮ってへんから分からへんねんやろ。だいたい練習ちゃうもん、運動やもん。運動飽きますね。え、いやそれは飽きますね。もすまともにフェイスターンできてへんくせにフェイスターンしたらあかんとかっていうほざくやつがいっぱいあるから。まあそうね。まあプロが言うねんからどうしようもないよ。びっくりするわほんま。ほんまにびっくりする。お前らのスイングフェイスターンしとるやんけって。本当そうなんですね。君らはやっとるかもしれないけど。いややっぱやっぱあれですよ。自分もそうやって教えられてきたからフェイス返すなんて。腰が大事なの。横に。それ何？漆黒それ。漆黒。なんか久しぶりに見れるんかな。久しぶりにマツさんに。S しようかな。漆黒を。あれめっちゃおもろかったっすけど。あれはおもろい。好評やったね。はい、好評でしょ。おお。うん、だいぶ変わったよね、トスコレス、フォロー、フィニッシュも、ベタースペース、アンドリーの。最近これめっちゃやってる。めっちゃやってんもんな、最近。仕事終わりに絶対やってんもんな。すごい。仕事終わりっていうか、前、練習終わりに昔、現役の時やったらさ、左打ち絶対5球やってたやん。でも今全くやってへんやん。全くやってへんのに、なあ、全部のクラブ左だけでワンラウンドしてきて100切ってくもんな。おかしいっす。意味が分からへんな。意味が、しかもバンカーも普通にできたとか言うのか、意味が分からへん。ここやっぱプロなんでしょうね。なんかプロ感覚でしょ。現場に行ったら朝一バンカーちょっとだけ練習してた。朝一練習するとかいう時点で気色悪いけどな。もうプロのくせに朝一とか練習すんなよって思う。ほんま気色悪い。いやほんまね思うんすよ。なんかいやあのね
だまあプロやから逆に本当はしていいと思うんですけど、僕の感覚ではアマチュアこそ朝一なんか練習したって一緒じゃと思うんですよ。その日のうちに何が変わんねん、よく言うじゃないですか、プロはその朝一の練習してどっちに曲がるかを見て自分のその日の感覚を確かめてやるっていう、それはできるのはプロだけやってるっていう、アマチュアは誰も変わらへんって言って、どっちにも曲がんねんからっていう、片っぽだけじゃないねんから曲がる方向はっていう、確かにそうです。っていうね、そうなんですよ。それを平気で教えるじゃないですか、プロゴルファーって。そうやって朝一の練習はやってちゃんとか、僕なんかはっきりしてますよ、朝一なんか練習したって無駄って言いますもん、やんなって言いますもん。絶対面白いな。俺なんか練習せえへんでも別にスコア良くな良かったけどね。だってそうだって練習なんかしたら疲れんねんもん、無駄を省く、そう、体力は温存して頭が疲弊せえへんようにしとく。あ、頭は考えないとやっぱあかんから、いっぱい確かに頭はね、バカやったらスコア出されへんからさ、やっぱりスイングレベルなんか多少はなくてもさ、頭使ってればスコアって出るやんか、要はドライバー振らへんとかさ、それ1個使うもん頭使ってるかどうかやんか、はいはい、うん、OB するのにドライバー振ってるやつなんて頭使ってないと一緒やんかもう。はい、いやすいませんね、ちょっとまたきつくなっちゃいましょう、はい、あなたたちが求めるんで、はい、はい、ということで最後締めでフルショットでもいいですか、はい、はい、その黄色い美しいウェアが目立つように、はい、なんか今日は靴もなんかゴルフシューズ履いてきてんの、え、ゴルフ、おー、グッショいいね、ゴルフ、ゴルフウェア着てんのが WGSL らしくないもんな、もう確かに、綺麗です、ありがとうございます。僕のベダーシュペースアンドリルが良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。神の毒好き、あ、もうグッドですね、もうグッドでしょ、求めるから喋ってるんであって、わざとっすよ、わざとスイッチ入れて喋ってるんですよ、話の流れ的にここやっていうタイミングを見てっていうことで、最後までご視聴いただきありがとうございました。あれぐらいでいいですか、いや、もっと欲しいですね、もっとやったらもうずっと、もっと聞きたいですか、いや、それは見えないですね、もっとやったらずっとずっとやっぱ疲弊するぐらいずっとやコンサル終わりぐらい疲弊する、もうすでに、もうすでに俺エズワになってるよ、俺本当ですね、もう疲れてきてるやん、またこれ3本目やのに、今日5回目も体力使っちゃう、すいません、お願いします。